あれ、あ、これか。よし。なんかすごい低くてびっくりしてるんですけど、あれ、よいしょ、上に上がらない謎の現象で、ちょっと打点が低くてすみません。ここからスタートします。福島ゆかのショールーム配信。ということで皆さん今夜もよろしくお願いします。では最初に自己紹介をさせてください。はい、私はゆそこと福島ゆかです。イエイ。はい、この配信ではですね、ゆるくいつも語っているんですけども、今日はもう23時になってしまって、なんか曜日感覚がないまま今週が過ぎ去っていってしまったんですけれども、もう今日は金曜日でした。皆さんにとっては金曜日は喜ばしいなって方が多いと思うんですけど、私は自分がやらんなんないことが何にも終わんないまんま金曜日になっちゃってびっくりしてます。え、今日金曜日ですよね。そう、あ、金曜日なんですよ。今日は金曜日だから、それはちょっと切ないんですけど、乗り越えていこうと思いますっていう形でいきますが、早速ですが、ひにくん、こんばんゆす、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そのわざわざそんな言い直してくれてありがとうございます。そして、えだっちさん。おー、えだっちさん、こんばんゆす。ありがとうございます。こんばんゆす。よろしくお願いします。はい、そして、あ、待ってください。明日にちょっと。あ、はちみつ兄さん、今日もおつえさまです。そして、おこんばんは。遠征楽しかったまるということで、楽しい仙台、宮城の遠征になりました。本当に、たくさん、盛り上げて応援してくれて、私たちもそうなんですけど、SIR も含めてすごい感謝しております。そして、よろしくお願いします。先生もありがとうございました。仙台の思い出がたくさんです。無理せず頑張ってくださいってことで、なんか、まあ、年末に向けてね、皆さんの方がね100億倍忙しいと思うんですけど、なんか今年がもう残りわずかだって言うと焦りますよね。あ、ひーくん、仙台お疲れ様でしたってことで、おつゆす様でした。ありがとうございます。本当に。福光さん。福光さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃった。こんばんゆす。よろしくお願いします。ゆすちゃん、改めて、おとといは仙台来てくれて、一日本当にありがとうってことで、いや、こちらがありがとうなんですけども、ね、朝早くから、私たちが、リリースイベントやらせてもらったんですけど、東北ラブソウルの初めてのリリースイベントがタワーレコード仙台パルコ店さんということで、本当に行けてライブすることができて嬉しかったですし、そこからね、ライブ SIR の各編ツアーということで、前哨戦からのワンマンゲストとめっちゃ盛りだくさんでした。だから本当に夜遅くの特典会までね、一日ありがとうございましたという、そういう一日でね、なんかもうギュッと濃縮されてました。あ、ウィエルさん、おつえさまです。せんおつえさまでしたということで、ありがとうございます。本当にたくさんね、楽しい貴重な時間を過ごすことができたので、また次その宮城に行くのがめっちゃ楽しみだなってなっております。ピンクのモコモコかわいいねってことで、ピンクのこれですか、これなんですけど、これですね、クリスロードかな、宮城のアーケードで買ったんですけど、なんか前開きの羽織るものがなくてすごい困ってて、そしたらモコモコのがあるよって教えてもらって、そこでお店に入った時に色がいろいろあったんですけど、なんか赤いモコモコはなかったので、一番近いのがこのピンクのモコモコだなと思ってこれを買ったんですけど、そしたらなんかすごい、移動中どころか編集中もすごいなんか重宝するなってことで、まあ、今日もちょっと来ちゃいました。編集手伝いますってことで、はちみちにさん、ありがとうございます。いや、なんか今私がやらんなんないことは、原稿なんですけど、なんか、まあ、ラックユー絡みもあれば、別のやつがあって、
12個の記事を書かないといけないって今冷静に今真顔で振り返ったらそういう感じでした。やばいなって思ってます。でもなんかあんまそのラックユーの言葉ちょっとまだそんなになんか解禁になってないので詳しくはちょっとお話できないんですけど、まあでも週明けの月曜日が結構取材とかが重なってるので月曜日頑張って火曜日も頑張って水曜日も頑張るけど、でもなんかまあとにかく楽しい感じなのでそんなになんか緊張、まあ緊張はするけどそんななんかうわーって感じはないんですけど、でもちょっと来週は楽しみなこともいろいろと個人的なにもあるので、なんかまあ今ちょっと詰め込んじゃってますけど、まあ一個ずつ確実にやれていけたらなっていうふうに思ってます。今夜のユスニャンも超絶めちゃ可愛すぎてつらたん光弘さんありがとうございます。お願いします。ゆか電鉄さんこんにちは、ユス来てくれてありがとうございます。お願いします。仙台遠征お疲れ様でした。星投げユスニャンありがとうございます。光弘さん今日も宮坊さん、ユスちゃんおばんユスですということで、おばんユスです。宮坊さんよろしくお願いします。牛タン美味しそうでしたってことで、そうです、またたすけさんに行って今回初めて分店に行かせてもらったんですけど、なんか地元の方が前に私そのたすけさん好きだって話をしたら、なんか本当に並ぶんで、なんか分店さんの方が、まあ、気持ち早く入れると思うよって言われて今回は分店の方に行ったんですけど、やっぱなんだろうね、ね、もうね目の前で焼いてるところも見られちゃって最高ですよね。だからその牛タンの味が忘れられないから、なんか今日なんで今私の目の前に牛タンがないのかなっていう牛タンロスには陥ってます。 TikTok 全部いいねしました。めっちゃ可愛すぎるから、え、ありがとうございます一生バズれなさそうな感じで私やらせてもらってるんですけど、そうですね、なんか毎回間違えちゃうんですよ。TikTok が、いや一応始めてから毎日やれてると思うんですけど、まあ大体毎日やれてるんですけど、毎日東北の美味しいものを1個ずつこう食べながら、まあ、ただ食べてるだけなんですけどね、なんかやっぱすごい下手すぎてバッカなんです。私そういう時にね、もう本当にアホなんですけど、一個機能を覚えて、よしこれとこの機能とこの機能を組み合わせて、でこの文字をここで入れてこうやるんだって決めたのに、なんか一個覚えたら一個忘れて、その自分的なルールとかあと使い方をまあ毎回忘れるから、毎回ムラのあるよくわかんない TikTok になってるので、見てるって辛いと思います、人々は。だから私の理想があるんよ。私の理想の TikTok には、あとかん、それがルーティン化できるにはあと1年半ぐらいかかりそうですねそもそもどうしようって思っているんですけど、まあなんか TikTok は、まあ ゆったりとやっていけたらいいなと思っています毎日楽を飲んでて偉いひーくんありがとうございます。楽をカフェオレはまあ自分の実家とかの話になるんですけど、まあ本当に昔から大きい1リットルのやつが絶対家にあったので、なんか県民は飲もうと意識しなくとも結構日々飲んでる人もいると思うんですけど、私の場合は今は1リットルのペット、紙パックではなかなかゲットできないので、毎日紙パックのやつをまあ持ち歩いてたりとか、編集する場所にストックしておいたりとかしながら飲んでます。まあほぼ毎日飲んでますね。飲めない時ももちろんあるんですけど、多いなってことで、あ、原稿ですよね、多いですね、なんか重なっちゃったみたいな。でもなんか
いつか私はその連載を持つとかっていうコラムを書くってことが目標なので、いつかいつか私もいろんな媒体さんで、ラックユ限らずですね、いろんなところで書いていける人になりたいなと思っています。原稿執筆おついすもですってことで、まだ何も書けてないですけどねまだ何にも、なんかさっきなんかすごい溜まってるねって言われました溜まってますね、本当に溜まっちゃったです。かわいいクリスロードでゲットしてくれたんだエルちゃん優しいねえ。クリスロードってまあ本当にそのてか、そもそもその仙台のアーケード街って本当にこういろんなお店が入ってて、美味しいものはもちろんそうなんですけど、おしゃれなお店とかお土産屋さんとかもう何でも揃って、ゲームセンターとかもあるか、もう一日いれますよね。あ、ひーくんすごい、これで伝わる、あのラッコーカフェオレだばい、その絵文字で牛赤べこかなつって、12とは大変ですね。そうなんです、うんつって、なんかねそうなる時ってありますよねなんて思うんですけど、まあすごい。でもな、逆を言うと私は結構取材に行ったりインタビューすることがとても好きなんですけど、それは別にアイドルさんとかタレントさん限らずお店さんとか好きなんですけど、なんかこのご時世になってからは割とそんなになんか外に行けなかったから、そうですね、結構書き方も変わってきちゃったというか、なんでまあなんか逆に増えてきたことはいいことかなと思ってます。赤羽さんこんばん、おーこんばんは、来てくれてありがとうございます、お願いします。今年はもう東北には来ないってことで、開けます、待って17、待って曜日で覚えてたんですけど、待って17って土曜日ですよね、あれ違うな、あいこ連れてる、18、あれ土日で行きますけど、10、あれど忘れしました、宮城と青森なんですけど、違うんだよね、最初言うす青森の日にちを間違って覚えてたからごっちゃになってるな、土日で行きますね、17、18でいいんだっけ、やばい、カレンダー、そうなんです、あの東北ラブソウルのねリリースのために、その、まあ、イベントもそうなんですけど、青森は GMU さんの主催の公演に出させていただくという形です。赤羽さん改めてありがとうございます、お願いします。次行ったら牛タン食べるぞってことで、仙台の皆さんはどこで牛タンを食べるんですか。あの私の親戚とかは、なんだろうな、いやもう行くけどそんなに頻繁には行かないって言ってたかな。で自分はそのたすけさんもそうなんですけど、つかささん、あのこういう、何のつかさだ、なんか死みたいなつかさって書く、一文字でつかさって書くお店さんとか、でも利休もありますしね、迷いますね。のびたけさんこんばんは、おつゆさまですってことで、おつゆさまです、よろしくお願いします。そうそう TikTok、 そうなんです、 TikTok、 末吉さん初訪問ありがとうございます。ほのほのさん車検です、初見ありがとうございます、お願いします。 TikTok の編集も大変そうだ、いやあのなんか作り方間違ってたから逆に全然なんか複雑な編集ができてないです、てかまだ分かってないんでね、ちょっと頑張れちょっとはって感じなんですけど、1年半付き合いますよ。あら、うよりさんありがとうございます。1年半経ったら、じゃあ1年経っ、いや、半年経ったら、なんかの表紙で、
再生回数がまあ1000いく投稿ができまして、未来予想ねで、なんか TikTok の編集の仕方も分かってくるのがあと半年かかって、1年経ったらあの500いいねがつく投稿が現れて、1年半経ったらじゃあ1000いいねがつく投稿があるかもしれないっていうぐらい、私にとって TikTok ってすごい道のり長すぎて遠すぎる存在ですね。遠いです本当に。だからなんかあのすっごい可愛い人とか、すっごいダンス上手い人とか、すっごい一発芸、いや一発芸も好きなんですけどね、ユス伝わりにくい一発芸、うん、まあそういうなんかあればね、いや頑張りますよ。可愛くてよく食べ、よく飲み、よく笑いみたいな感じでね言ったらいいんじゃないですかね。まああの本当にみんなに大丈夫って言われましたいいんですいいんです、そんな気負ったってしょうがないです、そんなことないです。可愛すぎて毎回楽しみにしてます。本当ですか？今日なんてなんかよくわかんないですけど、なんか急になんか音声がガビガビになって直せなくて、でもなんかあれしかないから、あのあそもそもね、その同じもので言ったら、今回本当にキクフクの美味しさ、飲むキクフク飲んでるのに、その動画は唯一それしかないから、多少ガビガビの音声でもちょっと上げたいなと思って上げちゃったから、聞き苦しくてすいませんって感じです。赤ペコレッドこんばんは、よしよしさんこんばんは、お願いします。17日は土曜日です。あ、じゃあ17、18か、やっぱ間違って覚えてたんは、要するに前19日がオプロさんライブって言ってたべした、それ違いますね、19月曜日ですね、まあ間違えました、土曜日だった、まあじゃあどうわっていう、あエルちゃんもありがとうございます、優しい。17、18土日だった、17日行けるかも、お待ってますねとても待ってます。つかさん、あそうゆりさん、ザッツライト正解、そんでです、つかさと読みますよね。なんかこれはあの仙台のお友達に教えてもらって、あので一緒に食べたんだったな確か、うん結構前か、 2年ぐらい前に。牛タン和歌、和歌って言うんですか、の霜降り牛タン食べてほしい。さじゃあひびくんにご馳走してもらいますわ。そしたら昨日 GMU が入ってる事務所と同期の人からいいねもらいました。あ、そういうことですか、その GMU さんの青プロさんと同期の方、え、そうなんだ、同期 GMU さんとね、いいねもね、あのGMU さんも私ねたまにいいねもらって喜んでます、一人で牛タンは小山さんに行く、小山さん、あー行ったことないです。まあいっぱいなんか仙台はもちろん美味しい牛タン屋さんがあるし、まあ、牛タン専門店じゃなくともこのいろんなお店でその郷土料理とし郷土料理っていうか楽しめると思うんですけど、うん、私は本当に仙台ってすごいなって美味しいものたくさんありすぎて牛タン食べたい、食べたいね、ほんとそう。間違えてタッチしちゃってた、あそうだったのか、ほなのさあのすごい楽しいボケをかましてくれてるのかと思って、あの私もねちょっといい面白く突っ込めるように訓練しなくちゃなと思いながらいたら、そういうことか、面白すぎる、長期化計画だね、なんかあのどうしよう、一生バズらない食べ物アカウントって名前に変わってたらすいませんね、まあ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 、クリス・ロードの愛魂とキクフクの TikTok めっちゃ嬉しかった、あクリス・ロードのラブソウル、あーそういうことか、はいはい
はい、そうそうそう、急遽撮ったんね、そこで。そうだった、そういうことか、そういうことか。そう、しかもちゃんとクリスロードってやっぱ、地元のさ方は分かるんだね。分かりますか、でも書いてあったか。でもいやでも分かるんだなと思って、すごい。慣れてくればユスニャンなら絶対激バズり超絶優しすぎる場合で、あの違う、私の理想は15秒間以内にやっぱまとめた方がいいって人々に言われたから、15秒以内で、あの最近食べて飲み込んで一言喋るまでに15秒以上人ってかかることに気づいたから、15秒モードで撮影しちゃダメなんだって気づいたりとか、なんか発見は多いですよ。そう、今伸びしろしかないんでね、私。あと1年半は気長にバズるまで待っててほしいですね。開店前に並ばないと食べられないけどいいかな。そんなにですか。整理番号みたいな感じじゃないですか、それ。そんなにですか、そんなに並ぶのか。ファストパスとかないもんね。お腹空いてユスがぶっ倒れたら助けてください。したらそういえば10月の撮影会のチェキが今日届きました。10月、もう1ヶ月ぐらいね、もっと経っちゃったと思うんですけど、多分だいぶお待たせしてますし、だね、本当にありがとうございます、はちみつ兄様。なるほど、 TKS 森さん初訪問ありがとうございます。お願いします。きっとバズるごめんなさい、許せる。バズる日を夢見て頑張らないと。まあね、もっと可愛くなれか。 TKS 森さんこんばんは、コメントまでいただいちゃってありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、愛魂あ、なんか愛魂ってなんだろうと思ったら、そうそう、東北ラブソウルのそこの部分を撮ってくれたのがめっちゃ可愛いなと思いました。なるほどと思った。なるほどね。でもそっか、略し方はうちは何も決めてなかったけど、ラブソウルってみんな呼ぶんかな。うちは東北ラブソウル、あ、東北ってなぜか言ってたんだよな、意味わかんないですよね、東北って。その例えばなんか、なんだろうな、私の曲では例えにくいんですけど、なぜならタイトルが短いから。あ、でもハンサムーマンがをハンサムって呼ぶみたいな、そのスタッフさんたちとの間で勝手に省略するみたいな呼び名を。ラブ福島はラブ福って呼ばれてます私の周りの人々にはね。福女ドライバーは福女、まあ、グッテはグッテ、全力全身レディゴは全力、アーモー好きはアーモー、プレシャスデイはプレシャス、私の声 100% は私の声みたいな。で、東北ラブソウルを呼ぶときに東北ってなんか言ってたからでも違いますよね、普通にその愛魂と書いてラブソウルって読むんですけど、ラブソウルって言いなよって感じですよね。東北だと分かりにくすぎる、そういうことか。うちら、あ、そういうことか、絶対にラブソウルですねちょっと今恥ずかしかったです。まさまささんこんばんは、ありがとうございます。こんばんはユス、よろしくお願いします。需要があるので続けていただけると助かります本当ですか。じゃあなんかあのひっそりとやってみますね、ちょっと、ま、支えますね、支えてください。私がお腹空いたってなったらこうやって。あ、赤羽さんすごい、赤羽さんのレインボースターありがとうございます。すごい、あのまさか今日このレインボースターとスターじゃないスターをお目見えで、見れるとは。ラクオカフェオレ飲んじゃいました。まさまささんありがとうございます。ラクオカフェオレは福島県民のソウル魂なんでね、嬉しいな。やっぱり TKS 森さん、フォローしてくださったんですか、ありがとうございます、嬉しい。ラブ服ショーです、アイコンでいいのでは。なんで、あー、そういうことか、魂をコンと呼ぶというまたおしゃれな言い回しをなるほど、
うちらじゃ絶対浮かばないあれですよ、呼び名。ラブソウルを今ユーザー辞書に登録したばっかり使ってみた。そういうこと、エレちゃん天才だ。そういうね、なんかさ、あのそこまでね、登録とかまでしてくれるなんて、私だってユーザー辞書使ったことないですもん。エルちゃんありがとうございます。夢のパスポートは夢パスかな。あ、それは誰か夢パスって言ってて、なんか私はまだ略して呼んだことがないんですけど、でも夢パスって言ってたから、多分夢パスなんだろうなって思います。あ、ひーくんすごい、レインボースターをこんなにたくさん、2、3、4、5、6、7、8、9、10個もありがとうございます。願いがたくさん叶いますように。ありがとうございます。ひーくんのファンレベルが、おー、7に上がってくれてありがとうございます。嬉しい。ケッパで東北のライブ楽しい。口コミ 10.0 ぐらいね、ついていいと思います。ケッパっての3人が東北のアイコンになるといいね。ああ、もうそういうあれですよね、東北といえばみたいな、スターに星になれるように頑張らんなんないわ。したらありがとうございます。のびたけさん、鍋の猫ありがとうございます。あの鍋に入ってる猫ちゃん、かわいい、6匹もにゃん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 、ありがとうございます。そしてのびたけさんのファンレベルが20に上がってくれてありがとうございます。すごいね、20、最高に嬉しいな。12月18日の青森でのライブ楽しみだね。 TKS 森さん、おお、じゃあその日にね、お会いできますよね、お会いできるということですよね。すごい楽しみです。すごい楽しみです。だって大好きなさ、アイドルのさに呼んでもらえてさ、で大好きな東北青森でライブができて、そこに皆さんと一緒にこう楽しい一日を作れるって、私にとってはもうなんだろう、すごいこうもうね、幸せのなんだろう、それこそ幸せの奥羽山脈のてっぺんですよ。ラブソウルってネーム可愛いよね。あ、そう、漢字にしたらかっこいい系だけど、ラブソウルってエルちゃんがひらがなで言うと、もう最高潮、かわいいですね。レインボースター、土鍋にゃんこ、パチ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 、あ、土鍋にゃんこというのか、めっちゃかわいい、にゃーちゃん。まさまささん、あ、これはパンダの中華まんだばい、ありがとうございます。パンパンつって、パンパン、おいしいパンダの中華まん、ありがとうございます。あ、こんなにくださって、11個も、まさまささんレベル11に上がってくださってありがとうございます。どこの中華まんが一番好きって聞かれたら、最近はファミリーマートのピザまんがとっても好きな私です。いや、去年から好きだわ。3人が合体してレインボーの衣装になったりしません？まあ、バレたらめっちゃいいですよね。了解しました。了解。勝手に了解しちゃいましたけど、なれるようにプリキュアみたいに頑張ろうと思います。なんか結構そのメディア関係の方に、なんか戦隊ものの中でも、あ、じゃあ自分たちってどんな、あ、戦隊ものの中で自分たちどんな系だと思いますかって聞かれて、なんかあの、あ、それ別にただのフリートークなんですけど、なんか一瞬プリキュア確かによぎりましたね。プリキュアみたいな、いつもまあなんかプリキュア、プリキュアも好きなんで、いい、かわいい、素敵。青森も楽しみだってことでね。青森楽しみすぎる、どうしよう、どうしようどうしようどうしよう、楽しみになってきちゃった。いや、もっと楽しみに、さらに宮城も楽しみ、うんうん、まあ福島でもねやりたいけどさ、ちょっとお楽しみにとっといてかな。あ、良平さん、ヤッホーヤッホーっていう、お願いします。戦隊といえば巨大ロボだね。確かになんかやや合体しがちですよね、皆さん。それで大きくなって勝ちに行くみたいな。なるほど。味噌カレー牛乳ラーメン美味しかったですか、ニヤニヤってことで。美味しかったに決まってます。
自分なんか個人的にも、まあ、青森にあの親戚がいて食べたことがいただいたことがあるんですけど、まあ、その時にも美味しかったし、あとあのあそこ他にも食べに行ったことあるな、あれは青森の新青森駅、あれ違うかな、駅近くのとことか、でも大西さんの美味しかったですよ本当に。また食べに行きたいなと思って、みんな優しかったしね。合体したら福、福光、なんて読むんだべな、これ福光向か里、福光里、なんかあのそういうやつですよね、そういうやつとかで、あのうちらのあの漢字のやつの場合、それかっこいいです。 YM さんこんばんは、今日もお疲れ様でしたってことで、お疲れ様でした、ありがとうございます。いやまあでもあのそ11月最後のライブで言ったら本当に明日明後日かの富士急ハイランドでのライブなんですけども、あの富士急さんのそのライブはなんかすごい、多分本当に他のアイドルさんに比べちゃったらめちゃくちゃギリギリな告知になっちゃってると思うんですけども、あの急遽、まあ、急遽って言い方した方がいいですね、あの撮影会がその出番前後ですねであったりするので、12時からとあと15時半かなって言ったよね。でそれはなんか告知が遅くなってしまってすごく申し訳ないんですけども、あのぜひ富士急ハイランドさんのライブ自体もレアなんですけど、そこでの撮影会っていうものにもご参加いただけたら嬉しいなっていうふうに思っておりますね。あの富士急でもどんな感じなんですかね。でもうちらのまあ衣装とかも含めて、うん、すごい富士急ハイランドさんにぴったりだと思うので、なんか衣装かな、衣装もそうだね、テンション的にも曲的にもね、ので新しくこう知ってくださる方ももしかしたらねいるかもしれないですし、一緒に富士急に行って思い出を作ってくれたら嬉しいなとも思いますし、盛りだくさん。富士急予約するの忘れた。お得にゲットできる期間いっぱいあったのに。ま、あれ早折りもそうだし、前売り。あれなんか、3つありましたよね。当券カート。当日券も、まあ、あるってことなんですけど、まあ、ちょっとだけあれだけども、ぜひですね、ご検討いただけたらありがたいなって思います。宿題ラボといえば、今アニメになってるガンダムとかよきよき。そうか。ガンダム、見るわ。見る今アニメになってる、アニメになってる、あじゃあちょっと確認しないと絶叫系乗っちゃうんですか、乗っちゃう、いや気持ち的にはいつも絶叫マシーンみたいなもんなんですけど、私のような人間は。だけどもイエス絶叫マシーン、ディズニーランドのさ、いやめっちゃ思い出す、ディズニーランドの絶叫も乗れない私が富士急に乗ったらどうなるんでしょうかそう富士急行っても機関車トーマスしか乗ったことないんですよね。あと空中ブランコもちょっと怖かったけどね。富士急ハイのライブはこの前行ったよってことで、赤羽さん、あさってはって言って、ミーニャンさんこんにちは、ありがとうございます、来ました、よろしくお願いします。すごい、なぜまあの富士急ハイランドを作ってほしい、作りますか私たちの権力を使ってとか言って、なんちゃってギリギリでいいかなと思っていたら締め切られていた、それは本当に油断しちゃったパターンですねでも私その確かに結構その早めに申し込んでくれると、そのなんて言うんだろう、よく言われるのはなんか、あなんだろう、例えばギリギリになってあんまりにも自分で、例えばまあソロの時が特にそうなんですけど、福島ゆか目当てで来てくれる方があんまりにもいないとかってすると、大抵とか結構あってなっちゃうってこと前言ったと思うんですけど、まあでもそれもそうかもって思ったけど、でも自分を振り返ったんです今日、
確かに早めに予約してくれたらそれに越したことはないかもしれないけど、私もチケットを取るときにどうだって聞かれたらいつもギリギリにチケット取っちゃうんですよ。一旦置いとこうってなんか思っちゃう気持ちは誰よりも多分わかるアイドルですよ私で。なんかアリネ渡辺梨紗ちゃんになんかさ、あの前も言ったんですけど、人間のなんか自分の性格を16タイプに分ける、あのアメリカのあの診断なんて言うんでしたっけ、キャラを16に分けるみたいな、なんかそれをやった時に私 ENFP っていうキャラだったんですよ。キャラ広報活動家みたいな、え違うなんだっけ、なんかあの緑色の広報活動家みたいな名前のキャラクターで ENFP の A だったんですよ。でなんかそれをありねに今日改めてもう一回やってみてって言われてやったら、え前回と同じだったよって言ったっけが、なんかそのキャラクターの特徴になんか何でもギリギリであるみたいなだから私多分チケットもそうだし原稿も全部ギリギリだわと思ったら、なんかあの仲間意識はありますよね人には言えないわと思って、それあの早く予約してなんて絶対口が裂けてもこれは言っちゃいけないなって私は今日その診断を見て思いましたやばいなと思いました。ショック療法で絶叫系強くなるかも、ああなるほどね、なんかそういうの聞いたことあるよ宮坊さん、なんか今度言うわ、言うそれやってみたいな、やってみっせ、ひーくんちょっとやってほしいです、あの同じだったら、え同じ方いたら教えてほしいな、ユースと同じ広報活動家みたいな緑色のなんかそばなんだっけ、そばみたい、そばじゃないけど髪型のキャラクター、広報活動家 ENFP の A、 ギリギリな生き方ですねってことで、多分あなたも ENFP A ですよ、したら原稿もギリギリなんですね、ギリギリになっちゃいましたなのでちょっとでもなんかこのなんか16タイプ性格診断みたいなの出てくるんで、あのやってみてください、でユスにちょっと報告してください、ぜひともぜひともあの週末やってくださいってなわけで、やばいやばい、あのそれでそれはそうなんですけどあと12月5日がラックアイドルフェスして、さっきも言った通り17、18が東北遠征だ、宮城青森とあるので遊びに来てくださいってことで、チケット前払いで何かって戻ってこないからねってことで、あそういうことか、そう考えたら賢い選択ですよ、ギリギリっていうのは。そうだね、なんかうち私はそうだね、まあまあギリギリに予約をしてくれる人がいるっていうことを主催者の方が私に対して把握しててくれたら、きっとなんかタイム的なものもなんか融通利きそうな気がするので大丈夫なんじゃないかわかんないですけどまあわかんないです、なんか私が大抵を組む人だったらねあれなんですけど、そういうことやったことが一回もなくてですね、あれなんですけど、とりあえずなんかそんな形でサイト教えてください。え何ですけ、16タイプの性格で検索したら絶対出てくるんで、なんていう診断、なんかなんていうんですかね、でも絶対それしかないんですよ、このように16個のキャラクターに分かれるやつみたいな。コロナになったとかなり損した、そっか赤丸さんだからね慎重派なんですね、じゃあ私も慎重派なんかもしんないです、あのギリギリなのは実はね、そういうことにしてもらいおうかな、私のファンみんなギリギリなのでってまあ通用したらねタイムテンプルもちょっとは後ろ巻きになるかもしれませんね、わかんないですけど。ってことでちょっとあの明日はちょっと早起きします、明日は私はお休みっちゃお休みなんですけど、原稿が終わらなかったので、明日は8時前に起きようと思います。ということで皆様すいません急にバタバタしちゃいましたが、またお話ししましょう、それではまたありがとうございましたおやすみなさい。